この世は一つの舞台だ。出だしタップダンス、タップダンスシチーさん。あれシチーさんはこの、まあシチーさんっていうとね、なんか別のシチーさんが出てきそうだけど、シチーさんがこう表出てくるのは他にあったっけ、なんかあったかもしれないけど、いくつか見れてないイベントがあるのかな。この世は一つの舞台だと始まりましたと。と、どこかの誰かが言ったらしい。誰もが己の役をこなさなければならない。私たちも？筋書き通りに台本を読み上げ、物語を演じる。そう、運命に従って。運命に従って。そして舞台は必ず幕を閉じる。はい。おっと、そろそろ時間のようだ。エブリワン！エブリワン！私たちの物語を始めよう！始めよう！え？こうして、天使に心臓と体を運ばれ、二人は永遠の命を授かり、天国で幸福に暮らしたのでした。どうなの？この天国で幸福に暮らしましたとかどうなの？あなた。アイマ好きそうだよね。ギムレットはどう？どうかな、ギムレット。とっても素敵なお話でしょ？どうだろう、ギムレットはどう？麗しきシャムロックの精霊よ。確かに、示唆に富んだ筋立ては美しかったが、残念ながら、そのエンディングは私の好みではないな。やはりそうだよね、エンディング。そうだよね。ギムレットはそう言うと思ってた。エメラルドの国には、多くの神秘が宿ると伝え聞く。その中に必ずあるはずなのだ。私に霊感を与えるエッセンスが。エッセンスが。霊感か。キムレットの好きそうな。あ、物語ではないけれど、もうすぐハロウィンだね。はい、アイルランドの祝祭、サウィンがそのベースという説があるのはご存知？いや、知らない。サウィンは2000年以上前から行われていた祝祭なの。お。夏の終わりを意味する言葉で、もともとは収穫に関係していた。ハロウィンは収穫祭と、収穫祭の一種なのかな、よく分かってないんだけど。サウィンの時期は、この世とあの世の境界が弱まるとされていて、悪霊から身を隠すためにみんな仮装をしていたんだよ。ほう。この世とあの世、死者と生者、悪霊と人、ハロウィンが終わり、わかる。これギムレットのことさえ触れたんじゃない？ちょっと好きそうじゃない？来た！はぁ！来たね。来ました。思わず、ほら、もしかして、与えちゃった？霊感。はい、来ました。霊感なんてものではない。典型だ！典型だよ。いや、我が創世の女神は、俺と世界を作らないか？作れないか？エアシャカールが、なんかファインを喜んでるよ、なんか。何が起きるのしか。フェアウェルを継ぎ剥いで。おう、継ぎ剥いで。なるほど。ねえ、今年の出し物、もう考えてる？そろそろ決めておかないとじゃない？じゃない？確かに。という間に来ちゃうもんね。聖帝祭。あ、また来たよ、聖帝祭。懐かしの聖帝祭。トレセン学園にはプリセス春と秋に2回ファン感謝祭がある。秋に行われるのが聖帝祭。文化祭というものが近いようだ。ですね。生徒が主体となって取り組む大規模なイベントならば、私も一生徒として果たすべき役割があるはずだ。何気に準備大変なんだよね。ガチでやろうって提案したら協力してくれる子いるのかな。なかなかいないんじゃない？どうした？睨まれてる。甘えんなってこと？頑張ります。歴史ある聖帝祭。過去の資料だけでこんな
重たい。手伝おうとしたら怖がられるってパターンかな。やっぱり、その、軟弱ですみません。もしかすると、聖帝祭において、あ、ファイ。私の役割は何これ、ひょいひょいって感じ。何これ。ファイ。ファイ、私何か言うかって。私に言うか。言うか。あらら、バレていた？ごほん、クリスを誘いに来たの。あのね、リロリロリ、というわけで私、ファインモーションとギムレット、俺はでもこの3人か。それにシャカール、タップ、クリス。シャカール、タップ、クリス、聖帝祭で演劇を披露することになりました。クリスですか。パチパチパチ。クリスエースでクリスがなんかこうパッと思いつくかでね。やっぱりシャカールはね、安定のシャカールだよね。ファインとしては巻き込まれる。楽しい顔ぶれだ。パチ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 。シャカール。シャカール。なんかすげえ慣れ慣れしいというかね、なんか慣れ慣れしくすんな。慣れ慣れしすんな、きた。つうかおい、お前。さっきからジロジロと。なんだよ。なんかタップダンス父がなんかポッケちゃんみたいな、なんか挙動してる気がするんだよね。How unexpected. え、なんだって？お前がいるとは。ん？シャカールがいるのが意外ってこと？いや、ファイいるところシャカールありでしょ。そのまま返す。ミッション。ミッション。ファインに指名された。ならば私は従う。Bet. Bet. わかるよクリセス。つまりあんたはこう言いたいんだろ。シャカールにはどんなミッションがあるんだ。てね。ね。けどな、心ってのはもっと単純だ。そうなの？こいつの動機はいつだってそこのハイネスにあるのさ。ハイネスと。なあ。もうからかわれてますね、シャカール。慣れ慣れしくすんなっつってんだろ。俺の動機はいつだってデータなんだよ。データ。建前。だと思って、たくさん調べてデータを集めたんだ。さすがファイ。大事なお友達だもの、シャカールにもいてほしくて。こう言っちゃうとね、仕方ねえな、データのしためだもんなって来てくれるもんね。やっぱり。これがね、ファインのすごいところだね。ちゃんと参加する理由をつけてくれる。いつもと異なる身体表現を行う意義、舞台とレース環境の類似性などなど、お役に立てそうでよかった。へえ、もしかして自分から売り込まなきゃ私も口説いてもらえたのか。いや、もちろん。みんなと素敵な思い出を残せる素晴らしい機会だもの。君への熱い言葉も用意していたよ。お？そりゃ惜しいな。けど仲間が集まって、しかもギムレットの脚本ときたら飛び込みたくもなる。ギムレットが脚本？ちょっとこれは何、異世界ファンタジーの話になってない？大丈夫？聞くがいい。我らが劇団フォルトゥーナの喝采が描くのは、あ、ファルトゥーナ、そう、別れだ。題してある機械人形の悲劇。機械人形したらなんかね、ミホノブルボが出てきそうな。おお。おっと、次で第2話、悲劇をお気に召すまま。おやおや、もう今のところはなんか脚本がすごいことになってそうなイメージかな。ファインが、まあ、いつものように物語を転がしていくタイプということですね。シャカファイもありそうだし、なかなかね、需要と供給分かってますねって感じだね。ある村ではハロウィンの夜、この世とあの世の門が開き、悪霊たちがやってくる。そこで詩人が出会ったのは、何です？本物の悪夢だった。
悪魔。それが語るのはある禁忌の存在。目的もなくさまようだけの孤独な機械人形の物語だ。こっちがシャカールで、これは何ファインかな、この感じからすると。え、機械人形がファインってことはシャカファイの物語ってこと。孤独な機械人形、神になり変わろうとした創造主のエゴで生み出された存在。役としてはアンドロイドが近いが、今回は怪物を指している。悪魔はささやく、己のレゾンデートルを知りたくはないかと。全てと決着するべく機械人形の悲劇の旅が始まる。悲劇が始まる。ここだけなんか色がついてる。地獄と煉獄、果ては始皇帝をめぐる壮大かつ果てしない別れの物語だ。これどうなんだろう、別れの物語で別れのまま終わってくれるのかな。なんかシナリオ介入が誰かから来ない、大丈夫かな。私にとって最も美しく尊ぶべきもの、それこそが別れだ。 XYG の刹那をこのベースから素晴らしいカクテルを作り上げてみせよう。これはまあギムレットというかカクテル的なベースからカクテルっていう、まあお酒のちなんだ言い回しなんかな。まあお酒詳しくないからよく分かってないんだけどね。ふむふむ。え、生きる目的もなく、うん、ただ孤独に生き続ける機械人形。なんか自分みたいってことかな。使命もなく悲劇に終わる。共感しちゃったかなこれ。ウィス。ヘイバディ。ヘイバディ。その話気に入ったのか。オッケー、なら主役はあんたで決まりだ。ここでクリスが主役なの。主役、私が。もしかして機械人形はクリスが役、その役ってこと。そうさ。なあギムレット、いいだろ。祝宴の黒き影よ、お前が我が悲劇のミューズとなる。おそらくそれもまたフェイトなのだろう。俺の心は決まっている。クリスです、お前に託せ。荒野に惑うリア王を見送るがごとき悲しき別れを演ずるのだ。演ずるのだ。イエス、メン。拝命した。おう、そんじゃ他の役も決めちまうか。え、父はどんな役なんだろう。配役はこれで決まりだね。早速稽古に入っていこう。これ配役が機械人形がクリスで、悪魔役が多分シャカールってことなんだろうけど、他にどんな役があるのね。行こうじゃねえよ。ねえよ。俺はまだ納得してねえ。いいね、いつもだからのツッコミ役。なんで悪魔役が俺なんだよ。敵人だから、ね、だよね。悪魔役でシャカール以外いないよね、うん、ギムレットの話じゃ悪魔はセリフがクソ多くなんだろう。俺がんな気合入ってると思うか。あ、でも主役の機械人形がクリスエスでしょ。私は総監督として裏方もやるから、小さな役をちょっとずつ。ギムレットも脚本と並行して機械人形の創造主役を希望していた。残った悪魔役と狂言回しの詩人役だったら。なるほどね、狂言回しの詩人役がじゃあシチで、残った悪魔がシャカール。どう考えても私が詩人で、あんたが悪魔だろうな。お願いシャカール。それともギムレット仕込みの詩を高らかに読み上げてくれるの。それも嫌。でも参加しないとは言わないシャカール。やっぱでもポッケちゃんっぽいよな、シチ。おい、あの中に今脚本やってんだろ。バカなげえセリフは書くなって言っとけ。はーい。それで稽古だけれど、私たち演技は素人でしょ。だからプロの先生をお呼びしています。頑張ろう。プロって
まあ、まあさすがにオペラ王が出てくるわけじゃないだろうし、普通の先生かな。ではまず、あ、普通の先生だ。皆さんの滑舌を確認します。発給中。先ほど教えたウイロウリをタップさんから。さてはなんき、タマス誰って、あれは違うのか。拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが。さすが声優さん。お茶だちょちょだちょ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 青だけ茶せんでお茶ちょっとだちょ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 。うんうん、みんな素晴らしいね。慣れないレッスンで大変だと思うけれど、みんななら大丈夫。大丈夫。あんたはやってかないのか。個人的に練習しておくよ。監督のお仕事もあるから。まあファイはなんかやらなくてもできそうな気がするね。背景美術にセット、衣装、照明、実行委員会との調整。大丈夫かな。早く動き出したいからね。なんかどっちだ。でもファイの場合は手伝ってくれる人がいそうだし、まあ、王族として人を使うっていうのに慣れてるだろうから、自分が抱え込むっていう感じにはならないような気はするんだよね。これが大体他のシナリオだったら、キャラクター的にはこれを抱え込んでこういう調整がうまくできなくて、ちょっとや、こうね、ちょっと闇落ちしちゃうパターンがあるけど。なるほどな。だったら、ここ?頼りになる仲間がここにいるぞ。とっても頼りになるのは知っているけれど、みんなはレッスンに集中してくれて大丈夫だよ。監督に任せて。ふん、だぜ。あとは借りた教室を整理して、道具を搬入して、足りない分の買い出し、先生方への連絡も。資料読みながら歩くと危ないよ。よーファイン、そろそろ私に会いたかったんじゃないか。仲間が必要だろ。仲間が必要だろうって何。おイライザのクノ。あ、これで新しい衣装が来ちゃったね。おいタップ、バイト先の社長がこれ持ってけって。大道具用の塗料だってよ。タップ、こっちも頼まれてたもん用意できてるぜ。あと知り合いに舞台関係のやつがいるからヘルプ頼んどいた。うわグッジョブ、お前ら最高だな。うちの船長もきっと大満足だ。船長誰、ファイのことなあって。やっぱり船長がファイ。待ってタップ、先に紹介していただける。学園でお見かけしたことのない方もちらほら。みんな私の仲間だ。入学前に世話になったやつらでな、すっげー頼りになんだよ。私の仲間はイコールあんたの仲間さ。クルーが増えりゃやれることも増える。うわー、おい誰だ、うちに絵の具ぶっかけたの。いい色になったじゃん。尻尾染める手間省けたぞ。って殴ることねえだろ。ズビシッ。騒げ騒げな。みんなで作った方が絶対楽しいだろ。まあ今こういう感じのノリはやったことなさそうだから、なんかね、楽しく感じそうな気がするんだよね。うん、本当だね。こっちの方が絶対に素敵。ありがとうタップ。皆様協力ありがとうございます。素敵な演劇になるようどうぞよろしくお願いいたします。任せてって。そのセットのアイディアとっても素敵だね。ギムレットのイメージにもぴったりだと思う。あれだろ、話聞いた時から古臭い感じがいいと思ったんだよね。私も実は昔ちょこっと演劇サークルに顔出しててさ。へえ、それで関係者に知り合いがいらしたのね。経験者の方がいてくれるのとっても心強いな。ねえ監督、どこの教室にミシンあるんだっけ。はい、今行きます。はい。
なるほど。うん。んで、殿下様はあんなに家来を連れてるわけか。パッパの仲間です。仲間な、きっとファインにもいい思い出になるだろうさ。あたしらとやりたいってのもそのためだろうし、あいつのためにも演技頑張らないとな。ふん。つうか気にするべきは何、クリス？みんな本気でいい劇を作ろうとしている。ミッション、主演として私も素晴らしい演技をしなければ。それでは感情表現をしてみましょうか。タップさんとシャカールさん、どうぞ。でもタップとシャカールあれだけど、クリスはまあ感情表現というか、まあ機械人形だから、まあそこまで演技しなくていいような気がするね。楽しい、嬉しい、嬉しい、悲しい、怒り、驚き、恐怖、パーフェクト、驚き、恐怖。シャカールさん、もっとやる気を出してくださいね。さて、では次はクリスエスさん。変わらないです。楽しい、嬉しい、悲しい、怒り、驚き、恐怖。はい、変わりません。すまない、感情表現とても苦手だ。でも機械人形だからそれでいいんじゃない？ No problem。 あんたの役は機械人形、感情がない方が合ってるだろう。そうそう、 I suppose。 だが、ギムレットが。何？ギムレット何？俺の心は決まっている。うん、クリスです。お前に託せ。別れ。荒野に惑うリア王を見送るがごとき、悲しき別れを演ずるのだ。ああ、なるほどね。だからただ無感情にやるんじゃなくて、別れをその中でも表現しろってことか。I'll do my best。 悲しいは表現したい。そうね。もしかするともっと役の心情を追うのが良いのかも。一度機械人形の感情をクリスエスさんなりに整理してみては。機械人形のラスト、旅に出る。己を縛りつけていた土地を離れ、永遠の孤独な旅へ。その悲しみ、おい、さようなら、さようなら、さようなら。シュートシュート。さあ、どうも感情わかりますか、この思いが。タップ、クリスはまだ大変そう。 As you can see、 ずっとあだ、機械人形にはぴったりなんだがな。もっと役を生きる実感があったらいいのかな。それならさっきちょうど、私にいい考えがある。何？何だろう。わー、お、来た。2人ともすっごく素敵。新衣装。悪魔っぽいって言ったけど悪魔の衣装だったんだね。最初ただの王子役かと思ったんだけど、耳と角がね、よくは見えてなかったんだよね。角があったんだね、あの衣装だと。ほほーって。これが機械人形。そう、君は今完璧に機械人形だよ。今ある台本で感情表現してみようか。いよいよ我も立ち去ろう。夜明けとともに永遠の旅に出る。貴様を見送って。私は機械人形。うん、今から悲しいさようならを告げる。旅をするための悪魔よ、我から譲る言葉は一つ。
さようなら。時よ、人よ、心よ、さようなら、さらばだ。これはある意味声優さんの演技は試されるあれかもしれないね。フリスの中の人からすると感情表現が抱けないクリスだけど、感情をうっすら出すような演技を後々しないといけないっていう展開になりそうな気がするからね。なかなか難しそうだね。すまない。違うのは分かっている。クリス、謝らなくていいの。君は何も悪くないよ。だが、託されたことを遂行できていない。It's so frustrating. クリス、気にしてますね、うん、やっぱりシャコールの方がクリスもやりやすいんじゃない？ほら、地獄にさらってしまおうかって言って。んなセリフねえだろ。つうか、台本はほっといていいのか？まだ仮なんだろこれ。あのバカ何して。まあ、さらって言ってはファインがシャカリって欲しい言葉じゃないんですか。哀れなり。あり？神になり変わり、世界を創造しようとした。これが罰だったのか。はあ。なんだろう。ストーリーにちょっとこう、あれかな。原作、ちょっと脚本にはまっ、ちょっと詰まっちゃってるってことかな、ギムレット。これはなんだろう、みんなでなんか、夜食じゃないけど、なんか集まってなんかして、何してんだろうね。マシン、適当に言ってみたけどね、読めません。はい。うわぁ、ここにもないとすれば、メルポメネの寵愛は、夕闇に溶けたのだ。なんだって？何言ってんだ、お前。ふざけてねえでさっさと完成させろよ。賢者よ、私はそれを求めに来たのだ。悪魔と出会った機械人形がレゾンデートルを求め創造主に会いに行く。しかし、うん、地獄で待つ創造主は理由などないと突き放す。機械人形は全てに絶望し、悪魔や屋敷に別れを告げる。己のレゾンデートルを探しに当てどもない旅に出る。その悲しみをたたえたそのラストのセリフが決まらない。なるほど、確かにその辺のセリフは難しいけど、なんだろうね、その辺は実はクリスのアドリブに最後は任せるっていうのはどうでしょうか。脚本としてはダメだろうけど、なんかクリスの成長も考えると、なんかそういう最後の落ちって言ったらいけないんだろうけど、個人的にはそういう最後もの終わり方になってもいいかなと思っちゃうんだよね。知らねえ、時間もねえんだ、適当にやれ。ありえない。別れを適当に扱うくらいなら未完として朽ちる方がマシだ。なあ、ちょっといいか。気になってたんだけどさ、なんでそう別れにこだわるんだ。うまくいかないならそんなものは捨てちまえ。大団円のハッピーエンディングで終わりにしよう。ハッピーエンディング、その方が最高だ。いや、あのね、ハッピーエンはちょっとこの中二さんからするとちょっとっていうことじゃないのかね。ほう、喜劇を報ずるか。だが踊り子よ、別れにこだわるのは俺の美学だ。別れがあるからこそ、そのエイトスは深く魂に刻まれるのだ。別れがあるからこそ、記憶は燦然と輝き、愛おしいものになる。このなんか別れがどうしてもこのファインのね、最初の初期ストーリーの話で楽屋を去らないといけないっていう話がどうしても頭によぎっちゃうね、この辺で。それをちょっと盛り込んでるからファインが出てきてるんじゃないのとかね。全てに別れは必ず来る。時間を刹那に切り離すセリフは心に刻まれるものでなければならない。なんか全てがなんかファインに刺さる気がする、これ。ああ、
別れの悲しさを象徴するラスト。機械人形は何を語る？何を語る？やっぱアドリブがいいんじゃないの？アドリブ。よくわかんねえ。ねえ、クリセス、あんたはどう思う？私は。うむ、うむ、何でしょう？よし、私たちが今すべきことは一つだな。何です？宴だ！宴？あ、それであのパーティーみたいなやつ？じゃーん！アイルランドのハロウィンの定番ケーキ、バーンブラックを焼いてきたよ。バーンブラック。一切れずつどうぞ。うまそう！ありがとうな、ファイン。じゃ、始めるか。え？チェーン！なんだろう、これ、これ、あ、これか。なんだろう、パンみたいなやつでこう、あれかな、食パンじゃないけど、なんかいろいろと入ってんだろうね、これ。よくわかんないけど。ノートパソコン、シャカールはノートパソコン、これはなんだろうね。なんか材料。オッキーみたいなものも後ろにあるし、お水。ああ。なんか、なんだっけ、緑のお茶。なんだっけ、なんかこんな商品見たことあるぞ、なんかどっかで。なんか名前が出てこないけど、なんかこのパッケージ見覚えがある緑のやつ、コンビニとかで見たことあるよ。シャーカールに捧げよ。シャーカール、あんたも乾杯だよ、乾杯。乾杯。いいからさっさと話進めろ。脚本固めんじゃねえのか。みよ、私はただ腹を割って話したいんだ。ここに集まってんのは、いわば同じ船に乗るクルーだろ？クルーだろ。けど今、船は止まっちまってる。ああ。その理由をみんなで探すんだ。本音をぶつけ合えば、答えはきっと見つかる。なるほど。これは互いの美学の違いだ。私は別れを信奉し、お前は永遠を愛する。答えなどない。その別れってやつがあんたの中でどんだけ大事なのか。知りたいのはそんだけだ。しかし、すでにバベルは崩壊している。そうか。賢者よ、お前の運命の女神が翻訳を。どういうこと？翻訳を、誰かその翻訳を。うるせえ、絡むな。シャカールの女神、その PC だな。私も見たい。やってくれ。何？ PC の AI でなんとか出してってこと？うるせえ、絡むな。つうか、さっさと話進めろ。ファイン。ごめんなさい、なんだか愛おしくて。この時間が、この時間が、ああそうね。別れは美しいものだと私も思う、うん、それは次に進むためのステップだから。そう、別れは必ずあるけれど、その先で今みたいな思い出が私たちをずっとつなげてくれるんだろうなって。ん？どうした？何？クリス。いや、それをちょっと気持ちをちょっと出してみよう。そういう気持ちをちょっと出すところから始めてみましょう。クリセス、ことの葉が風にさらわれることを恐れるな。そう、夜は長く、風を追う時間はたっぷりとある。さあ、まずは口に出してみよう。別れの時、機械人形は悲しくないのかもしれないと思った。まだ別れる時には機械人形には別れの悲しさがわからないということか、もしかして。そして後々悲しいとは何もの、悲しいという感情を機械人形を知ることになるとかかな。どうだ？ I know、 私も旅立ちを知っている、うん、育った土地を離れる、それは寂しいことだ。新たな土地で馴染めないこともだが、悲しくは
なかった。ミシン、私にはやるべきことがあった、うん、そしてメモリーズ、思い出がこの胸にあったから、うん、なるほどね、思い出ね。そうだ、使命、脚本でも機械人形は使命を得ていたはずだ。なるほどね、なるほど。あ、そっか、この機械人形は使命を得て探しに行くんだから、だから寂しくないと。まあ寂しいんだけど、別れが寂しいっていうのはまた違うっていう話か。そうね、そういう意味で言うと、やってることがこの機械人形は本当にこのクリスに合ってるってことか。己の意味を探すという使命ならば、この先始まる旅は思い出に満ちるのではないか。私がそうだったように。なるほど、メルポメネは故に私を愛さなかったのか。ギムレット、おや、ギムレットもなんか分かった。シャムロックの精霊よ、私は囚われていたのだ。己の想念に別れという月の裏側、別の側面を見ようともせず。別れの反対。しかし今、新たな地平に立った。単なるモチーフだったはずが、肉がつき、全く別の知性がひらめいたのだ。それは単なる役だろうか。いいな、いいな。これは祝宴の引き寄せた啓示だ。ならば従おう。さすがだクリセス、はい、お前は今機械仕掛けの魂を宿したのだ。思いついたんだね、ギムレット。ラストのセリフはどうなるの？どうなるの？アドリブですか、それともなんか決めちゃうんですか、どっち？おや、変貌するのはセリフのみにあらず、はい、その鍵はお前だ。ファイン、ここでファイン。ここでファイン、ここでファインが来て、第5話、桜の園を離れて今。これは何だろう、写真ポスターかな、文化祭、文化祭制定祭か。待たせたな、待たせたな。みんなの運命を占う戯曲、フェアウェルを継ぎ配での完成校だ。刻み込め。ねえギムレット、この少女という子が私の新しい役？そうだ、もともとあった創造主、つまり私の持っていた性質を無垢なる少女に与えた。この台本の新たな鍵はお前だ。ここでファインがだから物語に絡んでくるってこと？ファインとシャカールだけの話じゃないけど、クリスがあるしね、どういう話なんだろうね。機械人形が旅に出るのは変わらない。以前はないため、だが今回はあるために歩むのだ。思い出を授ける少女よ、それこそが美しい別れにつながる。その分俺は名ばかりの役者となったが、不在ゆえに強烈に存在するパラドックス、むしろこれでいい、これでいい。しかしこの結末いいのか、ギムレット。重要なのは尊ぶべき別れであること、そしてこの劇団で描くべき最も美しいラストを見つけたのだ。何せもう私だけの作品ではない、我ら劇団フォルトゥーナの喝采のものだからな。な、さあ神から授かった役割を演じるがいい。どういう話だったんだろうね。ケータリングの準備が整ったよ、休憩に入れる方からどうぞ。お、ありがとね。お、仲間さん、ちょうどいいや、もうセットが仕上がるから見てよ。こんなストーン、すっげえ、あんたらにこんなセンスがあったとは。ひでえ、いいよ、タップの頼みだから張り切ったんだぜ。ま、
仲間が集まれば最強ってことだよ。本当にありがとうございます。たくさん協力してくださって。水臭いな。もう仲間だろ。私たちも青春っぽいことできて楽しかったよ。うんうん、うんうんって感じだ。なんか広報プロデューサーズらのうんうん的な話だね。そうだ、あのツンツンちゃんに言っといて。あんたの設計データめちゃくちゃ助かったって。なんだよシャカール、設計データ作ってんじゃん。ツンツンちゃんってシャカールのこと？しかも裏でみんなでこっそりこっそりしてたのかよ。もうシャカール、あなたが細かい数字を全部出してくれてさ、おかげで迷わずに突き進めた。音楽もさ、いい感じのフリー素材送ってきてくれたんだよね。うちらカズはいてもバカばっかだろ。マジで助かったよ。粋なことするねあいつも。まあシャカールだしね、シャカールはそういうことする。うん、そうだね。あら、この顔は何ですか？この顔は優しすぎるよ。何あ、どうしたファイン？財宝を手に入れたはいいが、でかすぎて持ち出せないみたいな顔して。そうだったら困っちゃうね。さあ、聖帝祭まであと少し。最後までよろしくお願いします。はい、おーおー、腕がおーができない、おーができないぞ。よし、あ、ポスター、演劇のポスター貼ってある。で、うわ、来た、めっちゃかっこいい。ね、見に行こうよ。ん？なんか書いてある。でもシチーもそうだけど、やっぱギムレットもなかなか、このギムレットのイラストもね、なかなかいいし、なんだ、ダンスステージ、チョコ、これ何？ジャガイモじゃないだろうけ、月かな、なんだろう。え、モルモットくん。実験体験教室。絶対これモルモットくんでしょう。タキオンでしょこれ。違う？三浦寮なんとか物産展かな。芋の違うな、なんだろうね。わかんないけど。こうして、で、こう貼ってあって、こう貼ってあって、こう貼ってあって。はあ、はあ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 。何書いて、なんか何て字が書いてあるかすごい気になるし。ここは、なんかよくわかんないね。なんか書いてある？あ、この辺かな？なんか書いてあるって。これ見るとなんか、来週の衣装を思い出すんだよね。ハロウィン衣装。お客様にお願い、うん、どうか悪霊にさらわれぬよう思い思いの仮装をしてご来場ください。それでは劇場で。みんなも仮装してくるってこと？ああ、もうこんなにドキドキするね。 So pumped up。 ドキ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 。シャカールも準備できたってよ。さあ、公演はこの一度きり、複製も再生も不可能な我々の刹那を楽しもうではないか。ないか。カーテンライセス。さて、開演だ。こんな感じなんだろう。ああ、今宵の私の舞台はここか。さあ、お集まりのおれきれき。おや、おいおいおい、頼むぞ照明よ。私はここだ。君には透明ウマ娘でも見えているのか。やれやれ。ああ、それでいい。さあ、改めてお集まりのおれきれき、今宵の私の舞台はここ、どこにでもあるちんけな村の酒場だ。確かに物語風だとこういうポロロンポロロンってありそうだよね。吟遊詩人系、酔っ払い相手に語って聞かせるのはなんとも楽しいもんさ。
どれほど美しい詩の調べも耳から口へ流れ去る。綺麗さっぱり。失礼、話がそれた。それで君たちはなぜ変な格好をしているんだ。悪魔に、吸血鬼に、血まみれナース。血まみれナースってあれ、でもあれか、なんだろうね、血まみれナースはちょっとわかんないね。なるほど、ハロウィンと来たか。しかし君、この村のハロウィンは少しばかり特殊でね。言い伝えを知らないのか。どんな？ハロウィンの夜、あの世とこの世がつながり、悪魔がやってくる。見つからぬよう隠れろ。見つかれば、無垢な少女はさらわれたってことか。どうだ、君の隣にいるのは本当にただの浮かれたお仲間かな。どういうことですか。あり、何？見つけた。おお、ここでシャカール。お前生きてるな。よこせ。おここでオットワイ。オットワイ来ましたよ。この辺も光ってるのもいいね。なんかこれとこれが光ってる。オットワイ的に。おお、君は本物の悪魔か。いやいや、会いたかったよ、心から。ああ、俺の凶をそぐのは誰だ。こりゃ失礼。いやね、一詩人として前々から興味があったんだ。永遠を生きるという悪魔殿はどんな物語を語るのか。まさか大悪魔殿に限って酔っ払いの武勇伝のごときものは語るまい。君の知る最も面白い話を教えてくれたら、魂なぞはお気に召すまま。まあ、まあ、これで過去話として話して。詩人ってのはいつの時代も狂ってやがる。まあいい、ちょうど仕事に空いていたところだ。何がいいか。ああそうだ、あれはいつのことだったか。ある怪物の別れの物語を。別れの物語が来ると。物語風、まあ、詩人が話すんじゃなくて悪魔の方が話すんだね。そうだったんだ。第6話、フェアウェルを次、なんて読むんだっけ、次ハイで、次ハイで何だっけ。第1幕。あれは何年、いや何百年前のことだったか。すべては俺から過ぎ去っていく。だがそうだ、思い出した。ハロウィンの夜、村ではあの世から訪ねてくる死者をあの手この手でもてなす。人も悪魔も誰彼構わず迎えてな。だがどいつもこいつも死んだやつの思い出話ばかりしてきやがる。しらけてあてもなく村をさまよった。その屋敷は朽ち果ててから長い年月が経っていた。人の気配もない。しかし料理が用意してある。これは前にハロウィンライスの時に使った背景とは違うんだっけ。なんかもうよく覚えてない。おどろおどろしいとしか覚えてないな。誰かが、いや何かがいる。一目で分かった。それは生きていない。だが死んでもいない。招かざる客人よ、あなたは何者ですか。お前こそなんだ、名乗れ。名はありません。
機械人魚。設計図にはそう記載されていました。機械人魚？それは継ぎはぎの肉と機械の骨を持ち、油の血が流れている。油？そして驚くべきことに、言語を理解し話さえする。我が生涯における最高傑作だ。そして我が生涯の後にも残る歴史的大罪ともなるだろう。空っぽの怪物を生み出したのだから。この空っぽっていうのは感情がないということの空っぽって意味かな。なるほどな。神になり変わりたがるバーカはいつの時代にもいる。見たところ、あなたは高名な悪魔とお見受けします。あなたの住まう地獄にはきっと私の創造主がいるでしょう。俺、機械人間の時っていつものクリスだと、もうちょっと片言っていうか、あなたの住まう地獄にはみたいな感じだけど、若干スムーズにちょっと意識して話すって感じなのかな。気のせいかな。気のせいかもしれないけど、なんかクリスがいつもよりも抑揚ちょっと抑えて、ちょっと流暢に話してる気がする。でもクリスはクリスっていう感じの話し方ね。お願いがございます。どうか創造主を連れてきてくださいませんか。やっぱりそうだね。いつもだったらお願いがで、一回お願いがございますで、どうかもちょっと結構これ止めて、創造主を連れてくださいませんかみたいな感じで、なんかちょっとこう間に入るし、若干もっとスローの話し方だと思うんだよね。100年、主がこの夜に訪れるのを待ち続けました。生まれてすぐ死に別れた創造主をただお会いしたいのです。私の生まれた意味、存在理由を知るために。ためにあれ、ちょっと感情ちゃんとってか、ちょっと憂いがある顔になってない？命に意味などない。生まれて消える、それだけだ。それだけだ。ですが私に命はございません。明確な意図があって作られた存在です。100年、ここでただ一人考え続けました。しかし主の誇った知性をもってしても、その理由は分かりません。悪魔よ、どうか頼まれてくださいませんか。私と主を引き合わせてくだされば何でも差し上げましょう。いやだね。お前からは何も奪えない。俺が求めるのは聖者の魂だけ。ああ、そうだな。創造主とやらを探してやってもいい。ただし、白く立っとき、極上の魂と引き換えだ。これが極上の魂がファインが演じる無垢な少女なんだ。それはつまり、私に他者の命を奪えとおっしゃるのか。不死の音楽が、なんか、スローのバージョンか。今さら気づくっていうね。一人ぼっちの怪物のくせに何をためらう。やつらはお友達でも何でもないだろうが。ご自慢の知性とやらで考えろ。100年求めた存在理由と、お前の存在も知らねえ他人の命、どっちが大切か。期限はこのふざけたハロウィンが終わるまでだ。じゃないとお前は街を出歩けないもんな。楽しみにしているぜ。奴は100年ぶりに村へ降りていった。
仮装をした人々の中では、うん、継ぎはぎの体も目立たない。だが、だがな、あれ、なんだか見ない顔だね。あんなのいたかな。不気味じゃないか。不気味じゃないか。これ何？ギムレットかな。ちょっとわかんないね。この辺の声のあれは私は全然ダメだけどね。旅人だろう。うちの村の祭りもすっかり人気だからな。しかし嫌な仮装だ。まるで怪物のような。魂を、白く尊き魂を、あの悪魔に。あら、だこんにちは。いつも以上にちょっとこう純粋な感じの声出してるのかな。素敵な仮装だね。あなたのお名前は？名はない。言いたくない？だったらいいわ。お互い秘密ね。名前なんて知らなくてもお友達になれるもん。お友達、私とあなたが？ええ、そうよ。よろしくね、お友達。魂の色、私は知らない。だがなぜか彼女の魂の色は白く尊きものだという確信があった。ここでクローバーを探しているのですか？無意味なことです。こんな荒野には何も生えない。なるほど、クローバー探しさてどうでしょう。ほら、あなたも立っていないで手伝ってくださいな。終わったら一緒にケーキを食べましょう。美味しいバンブラックが焼けたのよ。見つけたらご褒美ね。おう、これ珍しくファインにし、これは原作というか脚本通りなんだろうね。村娘ってことで、これがファインのセリフだったら見つけられたらで、ラヌキ言葉は使わないだろうからね。ハロウィンが終わるまでのお友達。ハロウィンが終わるまで、その先を。これは見つかったの？でも三つ葉、四つ葉のクローバーではなくて三つ葉。荒野にもクローバーが生える証拠だよ。おう、前にね、岩の陰に見つけたの。まさかそんなことはありえません。あの地にクローバーはないと書物には記載されている。本当だもん。ちゃんとこの目で、この手で、この心で触れて確かめたから。ねえ、あなた、もしかしてこの村を出たことがないの？書物だけでは知れないこともこの世界にはたくさんあるんだよ。そう、私ね、世界中を回ってたくさんのクローバーを見るのが夢なの。その時はあなたも一緒に行きましょうよ。なぜ私を？お友達だからってこと？お友達が一緒の方が楽しいから。約束。約束。で、終わり、1話が、第1幕が終わりで、第2幕、あ、第7話、あれ第7話で終われたっけ、第8話で終われたっけ、なんかよく覚えてないね。どこまであるんだっけ。とうとうハロウィンの終わりが来た。はい、待たせたな。俺に白く尊き魂を捧げて100年越しの悲願を叶えるがいい。さあ、俺の魂はどこだ。俺は白き尊き者の魂は捧げず、俺とお友達と一緒に旅をするっていうオチか。そしてそれは決して二人で探しに行く。悪魔と創造主、創造主じゃない、創造主と、の、まあ、別れは別れなんだけど、この屋敷の。それは寂しくないっていうことか？魂は？
あなたに捧げる魂は、魂はないありませんですよね。あ、なあ、俺が何にも知らないと思ってるのか。ちゃんと用意してただろう。そう、なのになぜ。ああ、そうか。例えば感情のない機械人形だから、そうすると出したくない、彼女を、友達を生贄に捧げたくないという気持ちもまた感情の感情ってことか。触れられたから、この心の形を知ったのだ。私はあなたとの取引をやめます。おいおい、たった一人で100年待ったんだろ。それほどまでに焦がれた存在理由を知りたくねえのか。もう知らなくてもいいのです。私は自分が何者であっても構わない。お前は怪物のままなのに、生きてもいないし死んでもいない、名前さえない。お友達。はい、そうだよね。私の名前はあの子のお友達、それで十分です。はは、遊んでもらったのがそんなに嬉しかったのか。忘れているようだが、お前が村に行けたのはハロウィンだからだ。正体がバレたら一人ぼっちに逆戻りどころか疎まれるだろう。お前と関わったあの少女もどうなるかわからない。私が村を去ります。悪魔よ、あなたともここでお別れですね。おう、さようなら。私の流れがどうなるか分からなくなってきたな。なぜここに。少女か。あなたを待っていたの。とうとう旅に出る、ね、とうとう旅に出られることになったんだ。ついてきてくれるかな。約束したでしょ。もう今度は出ることになったかなじゃなくて、出られることになったんだ。出ら抜き言葉じゃなくなったな。どっちなら、シネルさんが間違えたのかな。けれど私は。そんなこと関係ない、お友達でしょってかいうパターンか。さあどうだ。あなたは私のお友達だよ。そう、それだけ。そう、一緒に過ごした思い出が教えてくれる。そういうこと。私たちたくさんの思い出を作りましょう。世界中でいろんなものを見て、いろんなものを感じるの。はい、私のお友達、さようなら。さようなら。私になるために、私に別れを告げて、一人ぼっちの機械人形へ。さようなら。さようなら。俺がそのセリフか、結果的に。語ればあまりにも陳腐な、いつもの別れの話だ。つまらない話をした。うん。おい、うさんくせえの、どこへ行った。そうかよ、結局いつもそうだ。俺は何、悪魔くんはどうなっちゃったの。いや、そう寂しがるな。ここだよ、客席で聞き入っていたんだ。君の話は実に実に興味深い。酔っ払いの武勇伝なんかよりも
さて、悪魔に詩人の領分を奪われちゃ商売上がったりだ。ここからは私も語らせてもらおう。エンディングの続きだ。エンディングの続き、その後お友達と2人がどうなったのかって話、それともまた全然違う話なんだ。どうなる、続きだと。続きだと、だとって。さあなんだ。そう、私は知っているのさ、その別れの続きを、真の終わりを。なぜなら私がこの村に来たのは君のことを聞いたからだ。なるほど、そういうことか。クローバーの海に埋もれて、それは朽ちかけていた。ただ一人だったが、実に幸福そうに。これが機械人形ってことか。朽ちかけていたっていうところだから、100年分の世界を見た。錆びた醜悪な声は世界をうそぶいた。しかし最後に際し、それには一つ気がかりなことがあったのだ。あの悪魔はどうなったのかってこと。今、一人ぼっちの悪魔、かの者は孤独にあの世とこの世を巡り、永劫の時を生きる。見知らぬ屋敷に足を運ぶほど寂しいのに。だから私はそれと約束を交わした。そう、友よ、私は君に会いにこの村へやってきたわけだ。悪魔を友と呼ぶってこと？友？ああ、詩人と悪魔で地獄巡り。なんとも面白そうな響きだ。実のところ酒場で詩を読み上げるだけの日々に飽いていてね。俺と地獄に行く意味が分かっているのか。お前は死に、悲鳴に満ちた醜悪な世界で永劫の時をさまよう。どうせ命は果てる、意味などない。神はそれを与えなかった。だから私は地獄の方が好きだね。自分で価値をつけられる。やっぱり詩人ってやつは狂ってる。何この詩人のやつは狂ってるっていう、このちょっと苦しげな切ない声なんだろうね。ちょっとねえ、言葉で言うやんのだと、いい感じ。違うね、私が狂ってるのさ。だから君の友にふさわしい。そうだろう。別れのない退屈さに自ら身を投じようとしているのだから。さあゆっくり歩こう、友よ。今年のハロウィンももう終わる。静かな一日がまた始まる前に、今宵の舞台に別れを告げて。さらばだ、さらばだ。パチ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 。少女は思ったよりも話ではなかったけど、なるほど、こういう話だったね。ああ、くっそ疲れた。いつまで続くんだよこれ。永遠にさ、シャカール、みんなの思い出の中でこの拍手は続く。クリセス、あんたはどうだ？今、どんな感情を表現する？ちょっと笑顔な感じで、ミッションコンプリート感じかな。言葉が見つからないか。見つからない。おう、ミッション達成っていうこともちょっと、それだけじゃ言い表せないってことかな。これで第7話で、これ第8話がじゃあ最後かな、ちょっとわかんないけど。これが最後かよくわかんないけど。え？最後は、シャカファイで締めってことかな。おーい！クリセス、ギブレット、
仲間が呼んでる。あっちで踊ろうぜ。カモン。カモン。仲間か。私は少しその力を侮っていた。いや、見えていなかった。What's going on? なんだって？正直、お前たちは単なるガラテアだった。私の描くシナリオでは筋を遂行するだけの役どころだった。だが、みんなで作り上げた物語が名帝を生んだあの刹那。ただ脚本を作ってもこれほどの余韻は生まない。それは別れだ。ただし、未来に向かうためのお前たち自身の存在が物語をかたどった。改めて祝杯をあげたいものだな。共に思い出を想像した仲間たちと。仲間たちと。え？残り二人は？釈迦はどこ行ってんの？私も I'm proud。 この聖帝祭で役目を果たせたことを誇りに思う。じゃあその気持ち思いっきりダンスにぶつけようぜ。あ、そういやファインとシャカールは？気づきましたね。ここにいないってこと？ってことはロリロリン終わっちゃった。気を引かして思い出ができてちょっとしんみりしてる愛に対してシャカールが来た来るってことかな。アフターキーもバッチリ。シャカールさん楽しかったな。とってもタップの仲間たちと舞台を作ってクリスたちと稽古をして宴をして、さっきまでここに立っていたなんて楽しかった。本当にだからきっと。あ、シャカール？まだ着替えていなかったの？なんだろう、これ着替えなかったことに何か意味があるのか。あ、もしかして君も舞台が名残惜しかったりする？あのね、ありがとう。君はとても優しいから私の思い出作りを手伝ってくれたんだよね。おかげでとてもとても素晴らしい思い出になった。君もそうだといいな。ここまで何も話せないシャカール。いつもだったらちょっとだーみたいなこと言うんだけど、なんだ、何言うんだ、なんだ、ドキドキするね。なんて言うんだ。シャカール？何？ここのためは何？ためは地獄にさらってしまう。お、来た！来ましたよ！地獄にさらってしまうか。最後にここのセリフか。来ちゃったな。お前が望むなら永遠の世界に連れて行ってやる。別れのない世界だ。望めよ、ファイン。俺はもう満足でしょ。ふん、バーカ、冗談に決まってんだろ。マジになってんじゃねえよ。素晴らしい公式の供給でした。ありがとうございます。マジになんてなっていないよ。いや、こっち向いちゃうの？いいや、仮説はもう証明された。これで俺の思い出作りも終わりだ。はぁ、疲れた。ねえシャカール、何を？嫌がらせ。嫌がらせ？最初にお前が持ってきた資料、キモいほど完璧だった。ガチで俺を組み込みたかったわけだ。そう、別れは必ずあるけれど、その先で今みたいな思い出が私たちをずっとつなげてくれるんだろうなって。
思い出思い出思い出、気に入らねえ。で、仮説を立てた。そいつを想定以上のもんにしたら未練が残ってトラウマに塗り替わる。なるほどね、さすがフシャカール、そこまで考えてましたか。さすが、ちょっとそこまでね、私はか、なるほどね、そこまで言ってましたか。最高の思い出になったよ、本当に。絶対にトラウマになんかならない。分かっているくせに。君だって楽しかったのでしょ。うん、そうだな。もう否定しない。そしてそれにファインもびっくり。バカじゃねえの。まあせいぜい強がってろ。んで後悔しとけ。いいね、これがね、いい、とてもいい。このね、シャカールとファインのこの関係で、このセリフいい、とてもいい。別れられると思うなよっていうのも読み取れるしね、もういろんなことが思える。ここはもう、もう薄い本が熱くなる。いや、薄い本じゃないな。俺を友達と呼んだところから、おや、あやあや、そこですか。やられた。これはやられた。そっか、そう来ちゃうか。そこに来ちゃうんだね。まあね、ファインはこんな顔しちゃいますよ。後悔しないよ。私は絶対に思い出を残していくの。未来と使命のために。いつかは必ず訪れる別れのために。別れ。お、シチ。そう、舞台はもう終わりだ。だが。だが何？終わらせないさ。私が永遠にしてやる。物語を、仲間たちとの時間を。だってまだ役者が舞台にいて、観客もそこにいる。そう、今は幕間に過ぎない。次のセットの準備をしよう。まだまだ思い出を積み重ねるのさ。台本も筋書きもない自由な物語を始めよう。始めよう。ウマ娘3期も始まるしね。終わりか。素晴らしかった。欲しかったシャカファイがもう期待以上に供給されました。ありがとうございます。もうそれしか言いません。